やってきまーす。意外とうまそうでしょ。決まるぜ。かわいそうってなんだよ。なんでかわいそうになんだよ。かわいいだったらあかんけど。あやなことディズニーシーにコスプレ撮影に行ってきたんで、その時にもうずぶ濡れになりながらカメラマンさんとえなこに頭を下げてつむじを見せまして、あそこだけは寄らせてくれとちょっと寄ってきました。服を買ってきました。この子は服見て可愛いでしょ。てかディズニーシーで俺何人か見たんだけど、オルメル君をこう持ちながら園内を回ってるやつがいたんだけど、ここにね腕を入れてこうやって歩いてんの。それはどうなん。デュエルスタンバイ。本当デュエルスタンバイにも見えるな。ちょっと丁寧に扱ってあげてください。はい、カチューシャ。ここに耳がついてるんですよ、リーナベルちゃんとか。でもこいつはハゲてしもうてるでしょ。だから運営の人も何つけようかなーって悩んだら、それは顔と甲羅つけました。ディズニーさんはまあそれしかつけるものないんで。かわいい。はい、で買ってきた中の最後こいつ。おい、オルメだよ。今日はこれでずっと配信しようかな、みんな。今日はこれでずっと行こうかなっていうのをよく考えてよ。どうですか皆さん、最近は寒くなってきましたけど、俺は今日美容皮膚科に行ってね、格好間違えて半袖出てしまってすごく後悔しました。つむじできんだよこれ、見てて。いくよ、おい。ギミック好き、ありがとうございます。これ一番お気に入りです。初見です。息子と見てます。まずい。うわー、すいません。いろんなねコンテンツがたくさんあるんですけど、配信を息子さんと見るのはおすすめできないかもしれない。くー、ちょっとリスキー。やっぱりそういう他のアイドル系配信者の方々と違って、やっぱりディープな話もしたりするんで。5歳まずいまずい。ダメダメダメ、本当にダメです。ごめんなさい、これマジ言っとくわ。5歳の子は僕の配信はちょっと見ない方がいいかもしれないです。スタミさんみたいになりたいらしいです。俺みたいに自由奔放になりたいか。そっか、じゃあ定期的に僕の配信に来てください。変わらず僕は配信をしてますよ。はい、やはり5歳っていうそのピュアな眼差しだとおめえらと違ってわかんなってさ。やっぱもう5歳向けの配信しよっかな、てめえらみたいなのをターゲットにしねえで。5歳の子が一番わかってるじゃん。まだハロウィンやってる。これか、メタフェス11月2日から11月10日まで。何これ、もうここから行けるじゃん。すげえな。メタフェス2024。これ知らなんだな、これ。何なのかな？メタフェスは何なのかな？クリエイターとユーザーのための展示即売会。ん？これあれか、コンピューターか。ちげえわ、ユーザーだわこれ。コンピューターじゃない、ごめんなさい。案内コンピューターかと思いました、ごめんなさい。いや、人です。写真撮ってました。あ、そういうことか、ごめん、邪魔しちゃってごめんなさい。すげえ触っちゃったよ、クリックしまくっちゃった。ゼームの、おお、すげえ。オキフェスもやってんだ。沖縄のフェスでこういうブースに入るってどうすか。
凍ってる、すごい、え、これすごい、これすごいぞ、これはコンピューターだろ、ちげえわちょっと待って、ネームプレート出されて事故るわ、え、なんか愛知9泊みたいだな、これアバターもたくさん売ってるんだね。まあアバターはいいんじゃねえか。アバター以外が見てえな。違う。あれこっちもアバターじゃない？アイテムごとに違う、アイテムごとで売ってるってことか、ここは。わあ。わあ。わっわっ、これはかっこいい、すげえディテールめっちゃちゃんとしてんだか、え、かっこよ、これ持てんのか、ワット、ホーリー、すげえ、はえ、マッサージガン、VR でマッサージがあってどうすんだ、でもこれ、え、すげえな、ゲーミングチェア、すっからかんお財布、ギターや、すげー、オブジェクト系はおもろいわ、あ、もうこれも上歩くね、こっちなんだ、展望台や、おーすごいね、あっちも行けるな、あっちも、あっち行こう、おお、なに？うちの子リクエスト、へえ、自分のアバター書いてもらえるのかな？わ、これは嬉しいね。これは嬉しいわ。最高だね。自分で依頼したらこうやって書いてくれんだ。ほっ、すごい、え、すごくない、これなんだ、あ、IKEA みたいな、意見みたいなこと？ワールドも？ワールドもやってんのこれ。すごくね？開放的なダイニング空間。こっちがプライベート空間。かわいい、これピンク。オーランドも来た。なんかピンクなことの趣味を。やめとくわ。行かしてくれ。行かしてくれ、行かしてくれ、VR チャットライブの会場として作られた壮大な大聖堂を持ち込んだセントラベニール大聖堂、あー、ライブ会場なんだ、
すげえ。そうだよな、 VR チャットだったらライブする場所、ライブ会場で作んなくていいもんな。お、お久しぶりです。あ、アミさんこんばんは。お久しぶりでございます。来てたんですね。VR アートだ。ちょっと見てきていいですか。あー、もちろんもちろんもちろん。こういうの見てみたかったんよ俺。すげえ。わ、すげえ。おお、これは VR ならではだな。すげえな、すげえかったな、メタフェス。しかもこれ3会場あるもの全部違えてなるとマジすげえな。というわけでございました、メタフェスでございました。皆さん今日パブリックのワールドを回る予定でしたが、ちょっとでかいイベントあったんで回ってみました。またパブリックのワールドを回るのはまた今度ということで、11月10日までやってるらしいんで、お邪魔しましたー。